現在ですね、日本の国防についてのいろいろな議論がありますので、その機会にですね、最後の一撃の後日談としまして、数回にわたって現実に中共ですね、中シナにいた共産国家がどういった対外的侵略をし続けているのかということをちょっと事実を見て、だいたい具体的なこの感じをつかんでですね、それに基づいて我々はどのくらいの軍備を整えなきゃいけないかということを考えてみようと思いますね。日本が白人と戦いまして、日本は敗北したけどもですね、かなりの打撃を白人に与えましたので、アジアからですね、戦勝国のアメリカも含めて白人は次々と交代をしまして、アジア諸国が独立していったわけですね。つまり日本が戦った結果、世界で強い国が弱い国を好きなようにするという長い人類の歴史が終わりまして、終わったんですけど、そこでですね、シナ、このシナっていうのが難しいんですけども、今は中国と呼ばれております地域の一部ですね、ちょっと表紙にですね、中華民国、これは長い間のシナの領地が青で書いてあるんですが、それとその周辺の国を書いてあります。シナだけが白人側についたアジアの諸国だったので、戦争に勝った側についたわけですね。別に中国が日本に勝ったわけじゃないんですけども、日本も別に中国と戦う気はそれほどなかったわけで、第二次世界大戦のほとんど、大東亜戦のほとんどはですね、戦力はイギリス、フランス、オランダ、アメリカと戦ったわけですけどね、ほとんどアメリカですが。こういったことっていうのは右翼の思想とか左翼の思想ではなくて、非常に簡単で大きな歴史的事実なわけですね。先ほど言いましたように、シナっていうのは大東亜戦争で日本と戦ったわけですけども、それは主に中華民国で、ほとんど戦っておりませんでしたけどね。戦争が終わって4年後にシナを支配した中国共産党とは違います。中共は1949年に政権を取りまして、取った直ちに周辺国の侵略に乗り出します。そのことをちょっと最初ですので、表紙にある中華民国の領土、青で書いてありますが、それが昔からのチャイナですね。いわゆるシナっていうのは、中国っていうのはそれを言ってるわけです。もちろんこれは関東、草原、民、進と長く続く中国の歴史から、漢民族が居住している地域ですね。一番最新の王朝であった秦はですね、もともと満州から出てきた王朝であって、肝心の王朝じゃなかった、漢の、シナの王朝じゃなかったことがあって、ちょっと領土が違うんですけどですね。で、満州には女真族、モンゴルにはモンゴル人、新疆ウイグルにはトルコ系のイスラム教徒、それにチベットにはチベット人の国があったわけです。で、中共がチベットに侵略を開始したのがほぼ1950年でありまして、その後チベット人の独立運動を段階にわたって力で抑えつけですね、犠牲になったチベット人120万人と言われております。その内訳はですね、43万人が戦闘や暴動で直接亡くなり、9万人が拷問で死に、17万人が強制収容所とか刑務所で死に、16万人が処刑され、残りが餓死とか自殺というふうに言われているわけです。チベットに居住している人は600万と言われておりますので、その5分の1が中共によって、中国人によって殺されたというふうになります。こういった数字はですね、とかくその両側の国によってえらく数字が違うものですから、ここではチベット側、今説明したのはチベット側なんですが、中共側のが言ってる数値ですね。これは戦争した時の動乱の時の戦果として、中共側が発表している数字を合計してみますとね、最初の反乱で4万人、第二次蜂起で6000人、青海省の虐殺で16万人、ラサの蜂起初期に1万5000人、中央チベット虐殺で9万3000人などが発表されておりまして、これらを合計すると130万人じゃなくですね、約30万人ぐらい、31万人と推定されます。ただこれはですね、中共側のチベットの人口調査ですね、中共側もチベットの人口調査というのは1953年の国勢調査から出しているんですが、これは127万人となっておりまして、中共側はですね、人口がもともと127万人なんだから120万人の虐殺は嘘だと言ってるんですが、こういう議論をしないでですね、このあれです、127万人の
総人口のうち31万人が殺されたということですから、まあ、この中共側の計算ですと人口の4分の1が殺害される。つまりチベット側と中共側では犠牲になった人の数は違うんですけども、割合は大体同じでですね、チベットに中共が侵略したことに対してそこで死んだ人が、大体人口の4分の1から5分の1だと、まあ、こういうことは分かるわけですね。でこれに対して、大東亜戦争で、まあ、日本で死んだ人、これ非常に厳しかったわけですが、軍人、軍属、一般人を含めて310万人が犠牲になったわけですけども、昭和16年、つまり、戦争が始まった時の日本の人口が7200万人ですから、日本人のうちに戦争で犠牲になった人は 4%、まあ、25人に1人に過ぎません。まあ、もちろん亡くなった方の絶対数が多いですから本当に大変だったんですが、まあ 4% ですね。で、まあこの数値をもとに、この歴史的事実ですからね、今のは全部、そこのチベット侵攻をもってですね、標準的な中共の侵略方法としますと、もし現在の日本が無防備で中共が日本を占領して、それに対して日本人がですね、チベット人というのは結構民族の誇りを持って反抗するもんですから殺されちゃうんですけども、日本人の犠牲者は約2500万人から3100万人。大体この前の第二次世界大戦の10倍ぐらいの人が殺されると計算されます。これはつまり、日本がですね、中共の侵略に対する軍隊を持つ必要があるかどうかという議論はですね、まずその冒頭で、日本が軍隊を持たずアメリカとの集団的自衛権も放棄して中共が日本を占領してきたら3000万人の日本人が殺されるということは一応覚悟しておいた方がいいということですね。チベットでやったことを日本でやらないという理屈をなんか考えないことにはそう考えられます。つまりチベットが独立できなかったのはですね、平和憲法がチベットになかったわけじゃなくて、当時中共に対抗できる軍隊がいなかったということですね。1950年からもうごく最近2010年ぐらいまでもう継続的にずっとチベットは頑張って中共に戦ってきましたからね、まあ、50年間ぐらいにわたって、30万人から120万人が殺されたと、まあ、人口の推定によるけどそんなことになるわけですね。まあ、1950年当時インドをその当時支配してたイギリスがですね、チベットには自治権を認めるようにということで中共に勧告しておりましたが、中共は直接統治の道を選びます。で、まあ、チベットはそれは占領できるだろうけども、日本は国が大きいから日本全体をその中共が侵略することないよっていう考えもあると思いますが、チベットの面積は123万平方キロメートルで日本の大体 3.3 倍です。ですから、中共にとってみればチベットを占領する地域の大きさから言えばですね、日本は、まあ、その3分の1ぐらいの国だと、まあ、いうことなんで、やはり、面積的にも侵略できるってことになりますね。ですから、まあ、昔の恨みもあるし、中共が日本に侵略してくると日本全土を占領しですね、まあ、自衛隊がいなくてアメリカがいなかったらですよ、まあ、そういうことを主張している人はいっぱいいるんでですね、まあ、なんか今でも集団的自衛権の問題で集団的自衛権がを反対するのが何か流行りというか文化人の証みたいになってますが、もしそれが本当であれば、日本が占領され3000万人の人が殺害されるというふうに考えられます。つまり平和憲法があれば中共は侵略してこないというような考え方はですね、少なくとも歴史的事実に反します。もし我々が無防備で、中共の侵略を許して3000万人たら女子供含めて3000万人殺されますからね、まあ、それを認めるとした場合、私たちの親の世代の責任は本当に守れるのかということを今度の集団的自衛権について、まあ、考えなきゃいけないと思いますね。まあ、こう言いますと、集団的自衛権はアメリカが日本を守るのはいいけども日本がアメリカを、守るのは嫌だという、そういうことを言ってるだけだっていう人が多いんですけれども、それはあまりに親と子の関係ですよね。アメリカに守ってもらうんであれば、つまりアメリカに守ってもらうということはアメリカ人の若者が日本のために血を流すということですから、アメリカ人は日本のために血を流してほしいけれども、
日本人は誰一人としてアメリカのために血を流すことは嫌だというんであればですね、ある程度限定的であっても嫌だというんであれば、それはやっぱりこういうことを覚悟しなきゃいけないということなんだ。そこをですね、私これを押し付けるとか、私の意見がこうだからこれが正しいって言ってんじゃなくて、そういう議論をしなきゃいけないんじゃないかと。議論をすれば、俺は3000万人殺されてもいいとかいうことになりますからね。それはそれで話が簡単になってくると、そういうふうに考えます。